はいどうもこんにちは、ザワと申します。ドラクリオと続きやっていきましょうということで、はい、まあ一応選択肢のねシーンに来ているんですが、ここがね、最後の選択肢になります。はい、まあチャプター4の5にね、来ているということなので、まあもうね、ルート前の最後の選択肢ですね。まあ今回はエリナルートに向かうということで、こちらの選択肢、それじゃあ頼むよエリナを選んでいこうかなと思います。それじゃあ見ていきましょうか。なら頼めるかエリナ。だ、任せろーい任せろーい勢いがいいな。すまないがよろしく頼むな。気にしない気にしない、これは私たちが好きでやることなんだからね、リオン。はい、そうです。それに困っている人を助けるのは当然のことです。こっちも今の仕事を早く片付けるようにするから。あんまり無理はしちゃダメですよ。体は大事なんだから。ユートだって童貞のままで死んじゃったらきっと後悔するよ言ってやらないでくれ。バカを言うな。きっとじゃない、確実に後悔する自信がある。一度車に突っ込まれた時に経験済みだしなそうだよねもうねもう叫んだからね、もうね嫌だーみたいななんかなんて言ってたか忘れちゃったけど。すみません、童貞って後悔しちゃうものなんですか？あれ、まさか知らないんですかまさか、あれ、そりゃそうだよ。男に生まれた以上やっぱり童貞は捨てなきゃ、悔やんでも悔やみきれないよ。うん、そんなになの？そっか、男の人は童貞は捨てなきゃいけないんだ。まあ生物的にはまあねまあまあまあ、まあ、捨てといて別にね損はないと思いますけど。でも先輩はまだ童貞を捨てられてないんですね。だから後悔しちゃうんですね。答えにくい質問だが、まあイエスだ。わかりました。え、それじゃ童貞を捨てましょう、ブツラ先輩。私もお手伝いさせてもらいますから。あのですね、リオさんあのですね、リオさんお手伝いとは言いますが、あのですね、リオさん童貞の意味をお分かりでしょうか。ちょっとリオさん、突然何を言ってるんだ。私にできることなら何でもします。さあ、言ってください先輩が童貞を捨てるために私はどうすればいいですか？ん、どうもしなくて大丈夫です。股を開けばいいんじゃないかな。いや、もうその実際的なそのアドバイスいらないじゃん。やめて、ちょっと。その下ネタには刺し物、俺もドン引きだ。とにかく、稲村さんは何もしなくていいです。そうなんですか？残念です。私じゃ先輩の力にはなれないんですね。いやー、そういう問題じゃないんですリオさん、そういうことじゃないんだが、だからといって力になってもらうわけにもいかないんだ。あれ、ユウとおっぱい嫌いなの？リオのおっぱい綺麗だよ。いや、そういうことじゃなくてですね、おっぱいは大好きだし、稲村さんもすごく魅力的だとは思う。だが何も理解していない彼女を騙すような真似できるわけないだろ。卑怯すぎる。下手すりゃレイプまがいだぞ。にひひ、ユートってそういうことはっきり言うよね。そういうところ好きだよ確かに、そりゃどうも。それより先輩の童貞、私も力になりたかったの。いや、気持ちは嬉しい、気持ちは嬉しいんだけど、まず童貞の意味をちょっとね教えてあげないといけないかもしれないな。稲村さんをなんとかしないと。力になれないと知り、ひどく落ち込んだ様子の稲村さん。童貞の捨て方を説明するわけにもいかないし、どうやって励ましたものかな。バンジキュースだよね。はーい、久しぶりね。お、モエカさん来ましたけどね。あー、どうしよっかな。まあ短い動画、まあ多分これであれでしょう、多分これ4の6ですよね。
さっきのが4の5だったんで、まあ多分さっきのがね、まあシーンだったんでしょうけどもね。まあ短く切りましょうか、今回は。はい。まあちょっと短い動画2本になるとは思いますが、はい。ね、ちょっと切ります。で、ここからね、またあのね、ルートが確定してって、まあ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 。あの共通からね、どんどん分かれていくのかなと思いますが、はい、ぜひぜひね、そちらの方も、お楽しみにしていただければなと思います。今回はね、2本ね、動画が上がると思いますが、はい、上がっていたと思いますが、最後だな。これ最後だからな。うん。はい、まあまあそんな感じでしたね。まあ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 。まあ、さすがにエリナはやっぱエロナだったなというね、まあそういう感想でした。もうそんなんか雑な終わり方なんだけど。雑な終わり方なんだけど。はい、ここで終わりましょう。以上です。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録の方ももしよければよろしくお願いいたします。それでは、バイバイ。